はなしね。オッケー。こんばんは。トゥルトゥルルルハロー、なおさん、こんばんは。目のアップです。はい、かわいい、ありがとう。うっすら雪じゃねえ。こんばんは。マジで今日寒いですね。こんばんはね。こんばんは。マジで今日寒いですね。まあ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 、綺麗や、ありがとう。こんばんは。やぴやぴ、大沼さん、バチコにありがとうございます。ありがとう、かわいい、ありがとう。おおおお、あ、グッとしたから花火ってこと。すげえ、上下エゴザルだね。イエス、エゴザルです。変わったんでしょ。ありがとう、いとしい人よ。あき12223、バッチコイン、ありがとうございます。よし .sk.1193、バッチコイン、ありがとうございます。お、せきた、それはよかったです。よかったよかった。鳥かごの中、そう、大きい鳥かごの中ですね。ありがとう、いとしい。バチオさらに購入ありがとうございます。今日はね、開封ライブなんで開封していきたいと思います。今日は2つ開けるものがあります。ということでね、まず1個目、大きいやつから開けます。 Amazon ですね。かわいいね、ありがとうございます。重松アンダーバー源氏さん、バチコにありがとうございます。竹雄さん、バチコにありがとうございます。 iPhone のこういう機能はすごいな。確かにこれね、グッとしたら花火が出るやつ、どういう基準なのかな。お、出た、リパイリパイ調べたんじゃけど、ののガールズで会っとる、夏にテレビやるみたい。わかんないんだけどね、私も。なんか、なんだっけ、未来のアイドル、ミーアイみたいな、ミーアイみたいなやつだ。はい、紫っぽい、青っぽいやつ入ってました。 GRY83、 バチコにありがとうございます。じゃあ開けますね。まずはメッセージから読みます。開けます。これ結構欲しかったです。サニーチ、じゃん、スカイハイ。これはね、まつげのやつですね。新しいやつ、ゆうやみラベンダー05番です。ありがとうございます。コロンちゃん、スノーマン知ってる、一応名前は知ってる。でもメンバー見てこれはスノーマンかどうかって言われると分かんない。これね、マスカラのまつげにねつけるやつあげる。これね、なんで選んだかっていうと、あのスカイハイっていうアーティストいるじゃん、あれがね、なんかコラボしてたの、名前一緒だから。でこれにしたの。もう一個ね、前になんか夕闇ラベンダーじゃないやつ、なんかね、なんだっけ、青っぽい色のねマスカラもあったのね、ちょっと前に。それ欲しかったんだけど、青は合わないからやめたの。そしたら夕闇ラベンダーみたいな、ちょっとねピンクっぽい色が出たから、これ入れました。なんか佐久間って聞いたことあるね。かわいい、ありがとう。ちょっとこれ開けてみていい？
わいい。大きいね、結構。スカイハイ。空高く。え、めっちゃ可愛いんだけど。見える？この色。見えるかな？めっちゃ可愛くない？この色。匂いもそんなしない、普通。えー、かわいい、ありがとうございます。スカイハイデザインいいね、これ。ボコボコってなったもん、スカイハイで。ハートミありがとうございます。これマジで今つけたいけど、さっきさお風呂入ったからつけれないんだよね。でもマジでつけたくない。一回ティッシュにつけてみるね。めっちゃ可愛いこの色。見にくく見る。なんかね、ピンクと赤と茶色混ざりましたみたいな色。こんな感じ。ああ、夕闇ラベンダーって感じって感じの色。あの鼻血よりは明るくてピンクっぽいって感じって感じかな。めっちゃ可愛い、マジでつけたい。明日つけたい。でも明日つけれないね。今日何曜日？水だから木金土、3日後につけれる。ハッピーハッピー。今日の音もこれね。心理的なストレスを和らげ、睡眠の質、眠りの深さを高めるのに役立つ、腸内環境の改善に役立つってやつ。マジで美味しい。グッドグッド。よし、じゃあ次。よいしょ。次開けるのはアマゾンじゃないんですよ。これなんですけど、まあとりあえず開けますね。どっから開けるんだろう、これ。あった、開けるところ。すげえ。はい、じゃじゃーん。見える？このボコボコ。見えるね。アプローチ。すごい、アプローチです。これはね、あの、キャップカットのイベントでなんか応募したみたいな感じなんだけど、そしたら二等賞が当たったんですよ。で、その商品がアプローチで届きました。よいしょ。え、すごい、アプローチとかマジ初めて開けるんだけど。どれが本体でどれがさ、あれかわかんない。え、これだ、これだ、本体。で、また2円。やば、どうやって開けんだよこれ。ここもね、よいしょ。ねえ、わかんない、わかんない。これ何？あ、充電器。あ、でこれ本体だ。どうなのって感じ。これはどうやって開けるのって感じだけど、これ開けないとかある？開けるよね。ずらして開けちゃうの？開けれない。じゃん、開けれた。もうアプローチだね、これ。よいしょ。でね、なんかこれ誰でも参加できるってやつだから、まあ、よかったら皆さんもキャップカットのねイベント参加してみてください。アプローチとかね、当たるかもしれないです。皆さんも。マジ絶対こんな適当な開き方しちゃいけないよね。まあいいんだよ、わかんないから開き方が。どうやってやるのかわかんないけど。難関難関超難関。こうね、こうね、はいはいはい。
これもこうね。はいはいはい、できたできたできた。はい、アップルウォッチ素晴らしいですね。これをね開封したかったんです。今日はどうやってつくんだろうね。どこ押すか知らないんだよね。充電せんとあかんやつ。あっ、ついた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 。アップル、そうです、景品です。ありがとうございます。あのね、なんかみんなも多分当たると思うから、キャップカットねやってみてください。参加してみてください。イベントに誰でもできるそうなので。え、愛って書いてある。ブリング iPhone なんとか、ニアアップルウォッチ近くに持ってこいと、携帯を。まあそれはちょっとめんどくさいから後でやります。はい、ってことでね、今日のプレゼントは2つでした。じゃあね、開封終わったんで今日はライブ終了にしたいと思います。後でね、これとかこれとかじっくりね見ていきたいと思います。ライブ来てくれてありがとうございます。次のライブは土曜日じゃないです、金曜日です。金曜日になってますのでお楽しみに。またね、バイバーイ。